Academy write about Picasso's Guernica as follows. This painting is not easy to decipher. Everywhere there seems to be death and dying. As our eyes adjust to the frenetic action, figures begin to emerge. On the far left is a woman, head back, screaming in pain and grief, holding the lifeless body of a dead child. This is one of the most devastating and unforgettable images in the painting. To her right is the head and partial body of a large white bull, the only unharmed and calm figure amidst the chaos. Beneath her, a dead and wounded man with a severed arm and mutilated hand clutches a broken sword. Only his head and arms are visible. The rest of his body is obscured by the overlapping and scattered parts of other figures. In the center stands a terrified horse, mouth open, screaming in pain, its side pierced by a spear. On the right are three more women. One rushes in, looking up at the stark light bulb at the top of the scene. Another leans out of the window of a burning house, her long extended arm holding a lamp, while the third woman appears trapped in the burning building, screaming in fear and horror. All their faces are distorted in agony. Eyes are dislocated, mouths are open, tongues are shaped like daggers. ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。今朝2020年12月14日はアントニオ・カンピの謎解きから始まった。その前にパブロ・ピカソのゲルニカの再検証をした。小さな軌道修正、つまり訂正をした。あのゲルニカに書かれている人物のうち、中央下に仰向けに倒れている人物はイエスという名前の神ではない、つまりシャマーシュイエスではない。シャマーシュイエスはそれ以前にすでに殺されているが、ゲルニカのイエスの手には聖痕がある。そのため十字架で処刑されたイエス、つまり替え玉のイエスということになる。正確には代理で殺された哀れな替え玉。今までは十字架で処刑されたイエスと言っていたが、ここで言うイエスは
替え玉で殺された人物。おそらく殺されたのはシャマーシュイエスによく似た人間ということになる。ここが訂正部分ということになる。大筋では違わないが、殺されたのはいわゆる神シャマーシュイエスではない。繰り返す。殺されたのは、つまりは替え玉の哀れな人間、もしくはデミゴッドということになる。本物のシャマーシュイエスは十字架にかけられる前にすでに殺されていた。だから十字架にかけられたのはシャマーシュイエスではない。別人、別の人間。つまり十字架にかけられたのは替え玉。ピカソのゲルニカに書かれている中央下の人物はその替え玉。その替え玉の左手の中には五芒星が描かれている。私はその五芒星を聖魂と理解した。というのも、その人物と全く同じ構図の人物がダ・ヴィンチの書いたアンギャリの戦いの中に書かれている。その人物の左手にも聖魂が描かれている。だからピカソのゲルニカの中のその人物の手の中の五芒星も聖魂であると私は判断した。ここが重要だからもう一度確認のため内容を整理する。1. ピカソのゲルニカの中に仰向けに倒れている人物がいる。手には五芒星が描かれている。その構図と全く同じ構図の絵をダ・ヴィンチがアンギャリの戦いの中に描いていた。その人物の左手には聖魂が描かれている。だからピカソのゲルニカの中の人物の五芒星は聖魂と理解した。つまりゲルニカの中のその人物はシャマーシュイエスの代わりに十字架で処刑された替え玉であると判断した。一方、アントニオ・カンピは代表作イエス・キリストの劇場の秘密 The Secret of the Passion of Jesus Christ、 現代はイエスの劇場の秘密、つまり The Secret of the Passion of Jesus となっているが、その中に処刑前のイエスを書いている。中央下右寄りのところに書いている。その視線は大変奇妙なことに、その絵画を見る私たちの方向をしっかりと見ている。今日の謎解きはここから始まった。結論を先に言う。ダ・ヴィンチのアンギャリの戦いの中に描かれている替え玉のイエスとアントニオ・カンピの描いた処刑前のイエスの顔は同じ。どう同じかは微妙な問題を含んでいるので、皆さん自身の目で確認してほしい。微妙というのは、見方によっては別人と思う人もいるかもしれないということが、私林博氏は同一人物と判断した。特に細長い逆三角形の顔、そして尖った顎が一致する。その検証動画をここに載せておくので、皆さん自身の目で見て両者を比較し判断してほしい。多分皆さんもこう思うだろう。別人というには無理がある。つまり同一人物と考えていいと。ここで大きな謎が生まれる。1. アンギャリの戦いの中に書かれている人物が処刑された替え玉のイエスであると判断し、それを発表したのは2012年以後の私林博士である。
アントニオ・カンピの絵の中には処刑前のイエスが描かれているが、その絵のタイトルはイエスの劇場の秘密、つまりイエスの激怒の秘密となっているが、なぜ秘密なのか、なぜ激怒の秘密なのか、アントニオ・カンピは何をもって秘密としたのか。シャマーシュ・イエスについてはもう何度も書いたので、ここでは省略するが、簡単に言えばこうだ。当初、現在のマリア教括弧ローマンカトリック教括弧の原型は、イナンナ・マリアとシャマーシュ・イエスによって立ち上げられたが、シャマーシュ・イエスは途中でゾロアスター教もしくはミトラ教に寝返った。それがイナンナには許せなかった。そこでイナンナ・マリアはバプティストのヨハネと裏切り者のユダを使ってシャマーシュ・イエスを殺害した。で、その後シャマーシュ・イエスの替え玉を立て、マリアたちはその男を十字架にかけ殺害した。その替え玉が半神半人のデミゴッドであったか、人間種であったかどうかは私にはわからない。そしてその後イエスはローマ兵たちによって殺されたというストーリーを作り上げた。もちろんこうした話をでっち上げたのはシャマーシュ・イエスを殺害した人物、つまりマザー・メアリ、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダということになる。繰り返す。十字架にかけられ殺されたイエスなる人物は、いわゆる私たちがそのように考えている神イエスではない、神の子イエスでもない、もちろんシャマーシュイエスでもない、替え玉である。その人物がイエスの激怒の秘密の中に書かれているイエスということになる。つまりそのイエスは替え玉のイエス。そしてそのイエスの顔と暗槍の戦いの絵の中に書かれているイエスの顔が一致する。つまりこちらも替え玉のイエスということになる。ここで重要なことは、こうした事実を発見したのは2012年以後の私林博史である。ダヴィンチ、つまり人間のダヴィンチも、カンピ、人間画家であったと思われるカンピも、こうした事実を知る由もなかった。知る由もなかったが、こうしてそれぞれの事実が一致した。ところがである。ここでさらに興味深い事実が浮かんできた。これら二人のイエス、つまり暗槍の戦いの中のイエスとアントニオ・カンピの絵の中のイエスのほか、これら二人と今度はパブロ・ピカソの絵の中のイエスがつながった。繰り返すが、暗槍の絵の中のイエスとゲルニカの絵の中のイエスは構図が同じで、こうした三枚の絵の中の三人のイエスをつなげると次のようになる。暗槍の戦いの絵の中のイエスとカンピの絵の中のイエス、顔が同じ。暗槍の戦いの中のイエスとピカソのイエス、構図が同じ。つまりこうして三人のイエスが一つにつながった。つまりこれら三枚の絵を描いていたのはもう一人、その上の別の画家ということになる。その画家がそれぞれの時代に三枚の絵を描いた。三枚の絵を描いて、
それぞれをダヴィンチ、カンピ、ピカソの3人に渡した。そしてそれぞれのダヴィンチ、カンピ、ピカソは自分の名前で自分の作として発表した。一つ回り道をしておく。皆さんの中にはなぜアントニオ・カンピなのかという疑問を持つ人も多いかと思う。中世には多くの画家がいた。さらに同じカンピの絵でもイエスの激怒の秘密はカンピの絵の中の一枚に過ぎないが、なぜカンピなのか、なぜイエスの激怒の秘密なのかと。理由は簡単。あのモナリザの絵の中には火星のパノラマ風景が写真のように精緻に描かれている。写真である。同時にカンピのイエスの激怒の秘密の中には惑星の木星がやはり写真のように精緻に描かれている。写真である。火星と木星だから、カンピのイエスの激怒の秘密は無視できない、重要である。こうしてダヴィンチ、カンピ、ピカソとつながった。つまりその上にもう一人時空を超えた画家がいた、今もいる。またそう考えないとこの謎は解けない。それがアダムから生まれた人間の子供であったが、やがて神の座についたカインということになる。そのカインが救世主キリストとなり、こうした絵画を描いた。描いて三人の画家に渡した。ダヴィンチとカンピと、そしてピカソに。つまり三人の画家たちの上にカイン・キリストがいた。救世主カイン・キリストがいた。で、結論ということになる。なぜアントニオ・カンピのその絵、つまりイエスの激怒の秘密が秘密なのか、激怒の秘密なのか、イエスの激怒の秘密なのか。言うまでもなく、この絵を描いたカイン・キリストはその怒りをこの絵の中に込めた。つまり殺されたシャマーシュイエスと十字架にかけられた替え玉の立場に立ってこの絵を描いた。一見何の変哲もないイエスの生涯を蒔絵のように示した絵画だが、その中にカイン・キリストは自分自身の激怒の情、つまり激怒する心を描いた。秘密として織り込んだ。以上がこのエッセイの結論ということになる。が同時に、これら3枚の絵画は私たち人間に重要なメッセージを残したことになる。つまりカイン・キリストは現実的に実在する。ピカソがゲルニカを描いたのは1937年、今からたった83年前である。たったの83年。人間の歴史からしても最近、あるいは直近ということになる。つまりピカソを指導した神は今の今も実在する。カンピを指導した神は今の今も実在する。ダヴィンチを指導した神は今の今も実在する。そして私たち人間を指導する、つまりは人間の救済主として、その神は実在する。つまり神自身が神の
実在を証明する証拠をこれら3人の芸術家たちを通して私たち人間に残したということになる。広志林浜松シティジャパン2020年12月14日期。
Pablo Picasso's Guernica is not Guernica in the war. This is a Japanese edition, so excuse me to speak in Japanese. ピカソが描いたゲルニカは戦場のゲルニカを描いたものではなかったということです。ピカソ自身もこれが何の絵であるかわからないまま描いた、描かされた、あるいは与えられたということになります。一番左にいるのはイナンナ・イシュタール、別名マリアです。で、この人物についてですね、泣き叫ぶ女というふうに題されることがありますけども、全体のバランスから考えてこれが泣き叫ぶ女のはずがありません。ここではイナンナ・イシュタールとしておきます。その理由は後でまた話します。次にここに牛が描かれていますが、闘牛の牛などではありません。牛は言うなれば延期のシンボル的な動物ということになります。今ご覧いただいているのが延期ブルと言われている像です。メソポタミアで発見されました。足を曲げているところからライオンではなくて牛と判断します。延期ブルです。延期そのものがですね、牛であったということです。まあ牛イコール延期ということになります。で、この像が元でですね、ギリシャ彫刻のあのミトラ像ができます。ミトラは牛の首に短剣を突き刺しています。つまりミトラは延期を倒して位についたということを象徴的に表現しているわけです。次に下に描かれているのは替え玉イエス、処刑された替え玉イエスということになります。同じ構図の絵をあのダヴィンチがアンギャリの戦いの絵の中に描いています。馬に踏みつけられて頭から血を流しているイエスです。言うなれば隠し絵、騙し絵ということになります。手に聖痕があります。パブロ・ピカソの絵の方ではですね、ゲルニカの方では、五芒星で描かれています。象徴的に聖痕を描いたということになります。つまりここに描かれているのは替え玉イエス、処刑された替え玉イエスということになります。そして上にあるのは言うまでもなくフリーメイソンのシンボルマーク、アイ・オブ・プロビデンス、摂理の目ということになります。14本の光線が出ている点に注意してください。下も、まあ、そうした彫刻といいますかリリーフですけども、14本の光線が出ています。14イコール何だったすなら77イコール、十一種ゲマトリアによればクライスト、イエス・キリストを意味します。つまりここに描かれているのは摂理の目、もっと言えばプロメテウスの目ということになります。そして次にここに描かれているのが自由の像です。アメリカのハドソン湾に立っている自由の像はプロメテウスを題材にして、その息子のギリシャ名ディオニソースの像を元にして作られています。ともかくもここに描かれているのは自由の像と同じプロメテウスということになります。髪の毛に注意してください。ここに7本の髪の毛が描かれています。自由の像も7本の光線になっています。こうしてつながっていきます。77です。つまりここに描かれているのは、つまりはプロメテウスということになります。延期ということになります。で、この、下の人物ですね、この人物が特に重要ですけども、言うまでもなくセント・ジェロームです。ダヴィンチの描いたセント・ジェロームと比較しています。シノレッリも同じセント・ジェロームを描いています。
顔について言えばアンドレア・デル・ヴェロッキオも同じ、セントジェローも書いています。ポーズが同じであるという点に注意してください。左右反転してみます。そして向かって右側の、この場合は左手には石を両者が握っています。石持て相手を打てるのは神イコールイエスのみです。つまりここに描かれているのは神イエスということになります。セントジェロームの背景には61という数字が隠し込まれていました。そして一番右にいるのはヨハネです。替え玉ヨハネです。つまり、まあ、処刑されたヨハネということになります。バプティストのヨハネです。壺の中に入れられて閉じ込められたものと私は考えています。左がシスティナ礼拝堂にミケランジェロなる画家が描いたとされるヨハネです。一見頭がついているように見えますが頭ではありません。穴です。穴の向こうに人間の指が見えています。これも隠し絵、騙し絵の手法です。で描かれています。つまりここに描かれているのはオール神々の世界だということです。つまりこの一枚の絵で全ての神々を表現したということになります。ゲルニカという戦場の絵ではありません。つまりピカソ自身もそれを知らないままこの絵を描かされた、与えられた、あるいは描いて与えられた、教えられたということになります。それがこの動画の結論です。ついでですけども、システラ礼拝堂の天井画に描かれている、バプティストのヨハネの絵ですけども、今この2人の人物が生首を運んでますが、左の女性にらしき人に注意してください。頭を持って向かって右側の方に歩いています。左側の方に歩いているのではありません。つまりこの生首は向かって左側の人物の生首であることを示しています。これら2人の人物は右に向かって歩いています。左に向かって歩くということはありえません。重いものを頭に乗せて、いわゆるまあ後ろに向かって歩くなどという不自然なことはありえないわけです。つまりここに描かれているのは右の人物の頭ではなくて左の人物の頭ということになります。つまり右の人物には頭があるわけです。この人物のこの今丸をつけるところに注意してください。鼻の穴が見えています。つまりこの人物には頭があるということになります。これも騙し隠し絵の手法です。一般の説ではこの人物の頭を持って左に移動しているというふうにトンチンカンな説明を、されています。トンチンカンな説明がなされていますが、しかしこの人物には鼻の穴がある、イコール鼻があるイコール頭があるということになります。ただし修復された後のシスティナ礼拝堂の絵ではこの鼻の穴が大変分かりにくくなっています。体と一体化していますので注意してください。修復前の絵で調べてください。つまりこの頭は左の人物の頭イコール左の人物の頭がつまり切られたということです。替え玉イエスがそのようにして切られたということになります。で結論ということになりますが、先ほど言いましたようにゲルニカです。ピカソは宗教画なるものをこの絵一枚しか描いていません。おびただしい数の絵を描いていますけども、神に関する絵はこの絵一枚だけ、イコールこの絵だけがいわゆるピカソの一連の作品の中から飛び跳ねている、飛び出ているということになります。つまり1930年後のですね、イエス・キリストはピカソという言うなれば操り人形芸術家を通してこの絵を発表したと私林博士は判断しています。なぜならばこの絵の中には全て私林博士しか知らない事実が、つまり私林博士が2012年以後にですね発見した事実のみが描かれているからです。繰り返しますが、林博士が2012年以後に発見した事実ばかりがこの絵の中に書き込まれているということです。1900年代のピカソが知る由もなかった事実が描き込まれているということです。つまりこの絵はピカソ自身が描いた絵ではないということになります。左の下の人物にしても、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵の中に描かれているいわゆる替え玉イエスの処刑と同じ構図ということになります。以上がこの動画の結論ということになります。
Pablo Picasso never painted God with an exception of Guernica because he did not know what Guernica was and he might have been a puppet artist of Jesus Christ after 1900 years.パブロ・ピカソは生涯においてゲルニカ以外に神を題材にした絵を描いたことは決してありません。なぜならパブロ・ピカソはゲルニカが何の絵であるか知らなかったからではないでしょうか。と同時にパブロ・ピカソもまた1900年後のイエス・キリストの操り人形であったからではないでしょうか。広し林浜松市ジャパン。パブロ・ピカソは生涯においておびただしい数の絵画を描き残しています。今皆さんにご覧いただいている絵画がその絵画の一部ですが、パブロ・ピカソは生涯において一枚の絵画を除いて神あるいは神を思わせる絵を描いたことはありません。そのことはこれらの絵画を見ていただければ皆さんにも納得していただけると思いますが、パブロ・ピカソはゲルニカを描いた。そしてそのゲルニカの中には神々が描かれていた。その証明はこの続く動画の中でしますが、となるとパブロ・ピカソはゲルニカの絵が何の絵であるか知らなかったということになります。ここが今日のポイントです。パブロ・ピカソすらもですね、ゲルニカが何の絵であるか全く知らなかったということになります。つまり言い換えると、あのゲルニカは1900年後のイエスによって描かされた絵であるという私の説を裏付けることになります。さらに言い換えると、パブロ・ピカソ自身も1900年後のイエス・キリストの操り人形であったということになるのではないでしょうか。皆さんの目でしっかりと確認してください。決して私が選んでここにパブロ・ピカソの絵を紹介しているのではありません。ランダムに選んでここに紹介しています。これらの絵の中にはゲルニカを、あるいはゲルニカの中に描かれている神を思わせる絵は一枚もありません。1937年にピカソはゲルニカの絵を発表していますが、その前にも後にもパブロ・ピカソは神もしくは神らしき人物をテーマにした絵を一枚も描いていないのですが、パブロ・ピカソはゲルニカを発表した。そしてその中には神々、もちろんイエス・キリストも含まれていますが、神々の絵が含まれていました。これをどう考えたらよいかということですね。つまり繰り返しになりますが、パブロ・ピカソ自身もですね、ゲルニカが何の絵であるか知らなかったということになるのではないでしょうか。言い換えると、パブロ・ピカソもあのゲルニカを1900年後のイエスによって描かされたということになるのではないでしょうか。このゲルニカの中には2016年以後、私林浩司が発見した事実ばかりが描かれています。その事実については続く動画の中で説明しますが、結論として言えることは、ピカソ自身もその絵が何であるか知らなかったということ。言い換えると、ピカソ自身も1900年後のイエスの操り人形であったということになるのではないでしょうか。
Bye for now. Regarding Guernica by Pablo Picasso, an art historian, Patricia Fehling, said, The bull and the horse are important characters in Spanish culture. Picasso himself certainly used these characters to play many different roles over time. This has made the task of interpreting the specific meaning of the bull and the horse very tough. Their relationship is a kind of ballet that was conceived in a variety of ways throughout Picasso's career and etc., etc. This fact indicates that Pablo Picasso himself did not know what Guernica is and why he painted Guernica and for what. It is a very strange story, isn't it? I, Hiroshi Hayashi, however, can show you the answer here in this video. And before everything, the man right down is Saint Jerome, or God himself, about whom, as I say here, Picasso did not know, as a matter of strangeness. ピカソの代表作であるゲルニカですが、ピカソ自身もその絵が何の絵であるか知らなかったようです。大変奇妙な話ですが、そのためゲルニカの解釈には定説がありません。この動画の中ではゲルニカが何であったかを説明しますが、その前にゲルニカの右下に書かれている人物が聖ジェロームであり、つまりは1500年後の神そのものであったことを説明します。広志林浜松セリージャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。パブロ・ピカソの描いたゲルニカです。一応戦場のゲルニカの様子を描いたものだと言われていますが、本当にそうでしょうか。パブロ・ピカソ自身がある雑誌社のインタビューに答えて、私にも何の絵であるかわからないというようなことを語っています。それはともかくも、この右下に書かれている人物が誰であるかをまず説明したいと思います。どこか変わったポーズをしていますが、この人物と同じポーズをとっているのがダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームです。左右を反転してみます。そのポーズはセント・ジェロームのポーズと一致します。体のラインを注意深く追いかけながら比較してみてください。同じです。となると左の人物は、これはセント・ジェロームということになりますが、それだけではありません。右のセント・ジェロームが、そのセント・ジェロームの左手に持っているものに注意してください。私、林博士はこれを石と判断しました。なぜセント・ジェロームが石を持っているかですけども、これはセント・ジェロームではなくて神です。神のみが石を持っています。誰が石持て打てるだろうか。神のみが打てる、マタイ伝の一節から取ったものです。だからこの人物は聖ジェロームではなくて神自身ということになります。今拡大してみましたが、石を持っています。そして左の人物もどうやら石を持っているようです。指が5本描かれていますが、その5本の他にもう一つここに何かあるということになります。私、林博士はこれを石と判断しました。指が5本に石です。注意深く見てください。すなわち左の人物も石のようなもの、あるいは石を持っているということになります。
繰り返しになりますが、石を持てる人は神のみですが、パブロ・ピカソはそうした事実も知らないままこの絵を描いていた、イコール描かされていた、あるいは描いて与えられたということになるのかもしれません。大変奇妙なことですけども、パブロ・ピカソ自身もですね、このゲルニカが何の絵であるか知らなかったという点に注意してください。その答えを皆さんに話す前に、今日作りました動画をどうかご覧になってください。2018年12月2日の作品です。 Bye for now. Ladies and gentlemen, it's my great privilege that I can show you our Lord and Savior, Jesus Christ, to you, all good people in the world. Joy to the world, the Lord is come.Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. Joy.Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove.
Wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Collection of my misunderstanding. I, Hiroshi Hayashi, understood the planet-like object in the Secret of the Passion of Jesus Christ, painted by Antonio Campi in his masterpiece, was planet Jupiter, but after that, in late 2018, I found the number 81 in his painting. The number 81 stands for Venus in Jewish simple gematria, and therefore I hereby correct my misunderstanding that the planet-like object in his painting is planet Venus, not Jupiter, as I formerly understood.Antonio Campi painted planet Venus in his painting in the 16th century when no one knew how it looked like in space. 誤解を訂正します。アントニオ・カンピの描いたイエスの劇場の秘密の絵の中の惑星のように見える物体について以前は木星と判断していましたが、その後その絵の中に81という数字が隠し込まれているのを私は発見しました。81というのはユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば金星という意味です。ですからカンピの絵の中に描かれている惑星のような物体は金星であると今までの理解をここに訂正します。16世紀後半にまだ誰も知る由もなかった金星の姿をアントニオ・カンピは自分の絵の中にこのように正確に描いていたということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。Wikipedia English writes about Guernica as follows.
The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalist. Upon completion, Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris, and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helped bring worldwide attention to the Spanish Civil War. Pablo Picasso の代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのはナチスドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返します。その爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり、何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私、林浩司が発見し、林浩司しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまり、ピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明。広志林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。ルカ・シヌレリの顔に大きな鼻とひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチとルカ・シヌレリは一人二役の芸術家であったということになります。しかし、それは今日のポイントではありません。ルカ・シヌレリはたくさんの絵画を残しています。そのルカ・シヌレリの描いた絵の中に、このような老人が時々現れます。この老人は誰かということですね。で、私はこの老人は1500年後のイエス・キリストの自画像といいますか、実像であると判断しました。ミラノのセムシ男とも呼ばれていました。ミケランジェロの代表作であるピエタ像もこの人物が彫刻したものと私、林浩司は判断しています。ミケランジェロ自身は彫刻をしていませんでした。ともかくも、ここに描かれている老人は誰かということになりますが、一応セント・ジェロームということになります。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームと、そしてシヌレリの描いたセント・ジェロームは
同一人物です。それもそのはず、元の画家は一人、1500年後のイエスということになります。他にもセント・ジェロームらしき人物はいろいろな絵に描かれています。比較してみてください。これがセント・ジェロームイコール1500年後のイエスということになります。痩せこけて、そして独特なポーズをしています。今赤くて囲ったのが本物、そして中央にいるのが要するに替え玉イエスということになります。こうして並べてみると、これらの人物が同一人物であることがわかります。まあ、このような形でルカ・シノレリなる芸術家を通して1500年後のイエスはこれが私なんだよということを示しました。つまりこれが1500年後のイエスの実像ということになりますが、それも今日のポイントではありません。セント・ジェローム、4世紀後半に現れてラテン語の聖書に翻訳したカトリックにおいては中高の祖、ドクター・オブ・チャーチと目されている重要人物です。現在の今も9月30日のセント・ジェロームの命日にはカトリックでは盛大な祭りといいますか追悼祭をしています。セント・ジェロームというのはそういう人物イコール神ということになるわけですけども、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの中に描き込まれていました。 by 林博士発見です。で、そのセント・ジェロームは、まあ、神とも言えない、しかし人間とも言えない、つまりデミゴッドである可能性がぐんと高くなりました。左がシノレリの書いたセント・ジェローム、そして右がダ・ヴィンチが書いたセント・ジェローム、まあ、このような独特なポーズをしている点に注意してください。まっすぐには立てなかったものと私林博士は判断しています。で、顔を比較してみると、ひげのあるなしはありますが、これら両者は全く同一人物であることがわかります。そして右のダ・ヴィンチなる画家が描いたセント・ジェロームはダ・ヴィンチが他に描いたイエスの顔と一致します。その称号もこの後皆さんにご覧いただきます。つまりここでシノレリが描いたセント・ジェロームとダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームが同じということですね。そして骨格に注意してください。人間の骨格ではありません。頸椎は人間は7個です。しかし、このラム族は13個あります。その細い頸椎を支えるために、首のところ、頭の付け根から肩にかけて、人間にはない腱が走っています。左は人間ではありません。その証拠が別の絵に描かれています。左はダ・ヴィンチが描いた、まあ、解剖図ということになっています。骨格に注意してください。つまり、右のセント・ジェロームは、シノリの描いたセント・ジェロームということになっていますが、このセント・ジェロームは人間ではないということになりました。なります。モーフィングしていました。そしてその証拠が解剖図の中に描かれています。同じ人物ですね。で、この人物の目に注意してください。右の解剖図も一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる解剖図です。この目、瞳に注意してください。向かって左の目は瞳が崩れているように見えますが、向かって右の目に注意してください。同じ表現でミケランジェロがシスティーナの礼拝堂の天井画にその目を表現しています。この目に注意してください。左右反転してみます。目に注意してください。目に注意してください。縦線一本だけの目で、瞳であることに注意してください。つまり、このような形で、
ダヴィンチもそしてミケランジェロもここに描かれているのは人間ではない、つまりデミゴッド、半神半人であることを示しています。もう一度この解剖図を見てください、まあ、この顔とそして、まあ、右のミケランジェロの描いた顔を比較してみてください。そしてその顔は先ほどのセント・ジェロームの顔と一致していきます。骨格も一致していきます。つまりセント・ジェロームは少なくとも人間ではなかったということになります。縦線一本だけの瞳に注意してください。で、結論ということになりますが、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソの描いたゲルニカの絵の中に描き込んであったというわけです。となるとこのゲルニカの中には3人のイエスがいるということになります。それについてはまたの機会に述べるとして、で、結論をもう一度ここで確認しておきたいと思います。パブロ・ピカソの描いたゲルニカです。この絵の中には下の方に処刑で殺されるイエス、そして右下にセント・ジェロームが描かれています。この赤い丸で囲んだのが処刑される替え玉のイエスです。馬に踏みつけられています。そして両手を広げて向かって左側の手には聖痕が描かれています。上は、レオナルド・ダ・ヴィンチになる画家が描いたとされるアンヤリの戦いの絵です。 やはり馬に踏みつけられて頭から血を出しているイエスが描かれています。血のように見せかけていますが、独特のいわゆる、まあ、隠し絵、騙し絵ということになります。これは降臨を表したものです。バイ・サトシ・モリモトです。そしてこの手の甲に注意してください。この手の甲には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエス・キリストということになります。手に聖痕がある点に注意してください。そのイエスをですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描き込んでいます。なお こうした事実を発見したのは私、林博史です。つまりパブロ・ピカソには知る由もなかったということです。ということになりますと、パブロ・ピカソもその意味も分からずこの絵を描いたということになります。これが処刑されたイエスです。そしてもう一人右下に、セント・ジェロームが描かれています。セント・ジェロームです。独特なポーズをしている点に注意してください。そのポーズと先ほどお見せしました、セント・ジェロームの絵とのポーズを比較してみてください。反転してみました。左は、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。同じポーズをしている点に注意してください。片方の足を立ててですね、そして一方の足を後ろの方に後方に伸ばしています。左がセント・ジェロームですから右もセント・ジェロームです。バイ・林博史発見です。で、このような形で、ピカソはセント・ジェロームを絵の中に書き込みました。この人物こそがですね、もう一人のイエス・キリストということになりますが、ゲルニカにはもう一人のイエス・キリストが描かれています。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、中央で、トーチを持っているイエス・キリストがいます。ということはこの絵の中には3人のイエス・キリストがいるということになります。イエス・キリスト3人説 by 林博史ということになりますが、それについては今後さらに検証を重ねていきたいと思います。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalist. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the
Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The Turing Exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed and it helped bring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのはナチス・ドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返します。その爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私林浩司が発見し、林浩司しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広志林ハママシティジャパン。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお、闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が、本当にそうでしょうか。順に解説してみます。では林浩司方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは、中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。ついでですが、14という数にはもう一つ別の意味があります。7たす7、つまり7
7を組み合わせると77になります。77というのはユダヤゲマトリアによればキリストを意味します。そのことをミケランジェロも知っていたのでしょうか。システィーナ礼拝堂の天井画ですけども、中央にイエス・キリストが位置します。そしてその下に77という数字が隠し文字の形で書かれています。77、つまりキリスト、ここに描かれているのはキリストだよという意味になります。話を戻します。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央に、まあ、ドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注目してください。この人物は誰かということですけども、これが今日のこの動画の最大のポイントとなります。左はイタリアのサント・アプリナーレ・ヌーボーの壁画に描かれているイエス・キリストです。その左手にはやはりトーチが描かれています。この両者を見比べてみてください。注意深くご覧ください。この部分ですね、三角、そしてその上の膨らんだ部分、そしてその上のトーチの部分です。全く同じです。そしてそのトーチをこの人物が握っています。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。もう一度皆さん自身の目で確認してください。イエス・キリストがトーチを持っています。それと同じトーチがゲルニカの絵の中に描かれています。となると、この右の人物はイエス・キリストかというと、マッタということになります。つまりトーチを持った像といえば、ニューヨークの自由の像ということになります。自由の像もやはりトーチを持っています。つまりこれはプロメテウス、ディオニソスをモデルにして作られたプロメテウスということになります。その証拠に、このトーチを持ったこの人物のこの今赤丸をつけた部分に注意してください。この部分に左に拡大していましたけども、ここには7本の光線が描かれています。7本の光線です。つまり自由の像の7本の光線と一致します。つまりここに描かれているこの人物はイエス・キリストではなくて、実はプロメテウスということになります。が、そのプロメテウスはサンタ・アポリナレ・ヌーボーのイエス・キリストが持っているトーチと同じトーチを持っている。なぜか、なぜか。その理由はこの動画の最後につなげておきますから、どうかそちらをご覧になってください。つまりここに描かれているのはプロメテウスということになります。では、左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を、まあ、模したものだと判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠は、この人物の左の手の
項を見ていただくと分かります。そこには聖婚が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンニャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す、その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖婚が描かれています。そしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。つまりこのような形で聖婚を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖婚ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖婚を五芒星で表現したということになります。でもう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは私、林浩司です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらにここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない、これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシュター、そしてヘブライ名をマリアと言います。中央はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。では右下の人物は誰なのでしょうか。丸をつけてみます。色をつけてみます。この人物は誰かということですけども、そのポーズに注意してください。言うまでもなくセント・ジェロームです。これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームですけども、左右反転してみるとそのポーズが同じであることがわかります。つまりこのような形でピカソはゲルニカの絵の中にセント・ジェロームを描き込んだということになります。皆さん自身でご確認ください。ついでですが、一人二役のもう一人の画家ルカ・シノレリもセント・ジェロームをこのように描いています。同じポーズです。
つまり右下に描かれているこの人物はセント・ジェロームということになります。で最後にもう一人人物が残ります。一番右端の人物です。この人物は誰かということですけども、奇妙な壺のようなものの中に入っているのがわかります。そして小さな窓が描かれています。これは何なのでしょうか。そのヒントはシスティーナ礼拝堂の絵の中にありました。バプティストのヨハネが首を切られた時の様子を表した絵であると私林博士は判断しています。ともかくも向かって一番左のこの人物に注意してください。一見頭があるように見えますが、これは騙し絵です。頭ではありません。つまり穴です。そしてこの人物は壺の中に入れられています。そしてゲルニカの絵の中ではそれが四角い窓として表現されています。そして三角の壺の中に入っている様がわかります。つまりこの人物は替え玉のバプティストのヨハネということになります。ヨハネはこのような形で処刑されました。その動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。で結論ということになります。パブロ・ピカソは戦場となったゲルニカを描いたものだと言われていますが、本当にそうでしょうか。もう一度皆さん自身の目でこのゲルニカを見てください。そして皆さん自身で判断してください。一番左にいるのはマリアです。子供を抱いているマリアです。そしてその上にいる牛は延期、つまりプロメテウスを表したものです。次にこの下の人物は替え玉イエス、処刑となった替え玉イエスを表したものです。上の目のような形はこれは言うまでもなくプロメテウスの目、またの名を摂理の目と言います。そしてここに描かれているのはイエス・キリスト自身です。そのトーチ、シンボリックなトーチを持っています。サンタ・アポリナレ・ヌーボーのトーチと一致します。そしてその下にいるのがセント・ジェロームです。カトリック最大の功労者ということになっていて、そしてその右にいるのが処刑されたヨハネ、もしくはヨハネの替え玉ということになります。つまりキリスト教の世界がオールキャストでこのように描かれています。つまり戦場となったゲルニカの様子を描いたものではなくて、神々の世界を描いた絵ということになります。そしてこの絵の中には私林博士が発見した事実ばかりが描かれています。言い換えるとパブロ・ピカソもこの絵が何を意味するか知らなかったのではないかということになります。つまりパブロ・ピカソ自身がこの絵を1900年後のイエスによって描き与えられたということになるのではないでしょうか。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。私林博士はノーコメントです。では最後に中央やや右寄りドアの中からトーチを持って顔を出している人物が
誰であるかについて再検証してみます。これは先ほども言いましたように2つの説が考えられます。イエス・キリスト自身あるいはプロメテウスということになるわけです。で、私はやはりこの人物はプロメテウスと判断しました。やはりトーチを持って、そして上の人物の頭に注意してください。この丸の丸で囲んだ部分には7本の光線が描かれています。それを拡大してみたのがその左です。ここに7本の光線があることに注意してください。つまりパブロ・ピカソはこのような形で7本の光線を描いたということは、この人物はプロメテウスということになります。自由の像のモデルとなったプロメテウスということになります。となると、なぜこの人物はサンタ・アポリナレ・ヌーボーのイエス・キリストが持っているのと同じトーチを持っているかという謎が湧いていきます。繰り返しますが、これらの事実はすべて私、林博士が2012年以後に発見したことです。パブロ・ピカソが知る由もなかった事実です。で、このトーチを見比べてみてください。同じであることがわかります。なぜか、その理由は簡単です。サンタ・アポリナーレ・ヌーボー聖堂のモザイク画として描かれている左の中央の人物は、実はイエス・キリストではないからです。このことは私がブッダの謎を解いているときに発見しました。その一部をこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。となりますと、この人物は誰かということですけども、言うまでもなくゾロアスター教のゾロアスターということになります。これで謎が解けました。つまりこの中央のイエス・キリストはゾロアスター教の統治を持っているということになります。そしてそれをパブロ・ピカソがゲルニカの中で表現したということになります。これで廃科教で、つまり、パブロ・ピカソのゲルニカとゾロアスター教、そして自由の像とつながります。では続く、動画ブッダの謎の一部ですけども、それを切り抜いて貼り付けておきますから、どうかご覧になってください。3人のマギ、イエス・キリスト降誕の時にですね、3人の賢者がやってきて、マリアの処女解体によって生まれたイエス・キリストを祝福します。その時に出てくる言葉が3人のマギですよね。3人の賢者、あるいは3人の博士とも言います。いろいろ言われていますけども、マギです。ところがですね、このマギという言葉がですね、大変重要な意味を持つわけです。マギっていうのは、前もって話しておきますと、例えばマジシャンのマギですね、まあ、マジックのマギですね、まあ、そうしたその魔法、あるいは魔術師にのその語源ともなった言葉がこのマギだそうです。で、そのマギなんですけども、そのマギという言葉がですね、まあ、紀元前以前にはですね、二度しか、まあ、歴史上、まあ、現れてこないと言いますか、記録に残っていないと言いますか、そういうことなんですよね。で、一度は、ゾロアスター教の教典の中に出てくるマギです。で、もともとゾロアスター教というのはマギ教と呼ばれていたみたいですね。が、その後、待って言いますか、ゾロアスターという人、つまり別名ザラスストラという人によって広められたので、ゾロアスター教となったと。で、もう一度はですね、ペルセポリスの碑文に残るマギです。そのマギというのはストダーナ・ゴータマであることがはっきりとしています。ストダーナ・ガウタマ、あるいはストダーナ・ガウマタとなっているそうですけども、このペルセポリスの碑文の中に出てくるマギですね。で、別の文献によりますと、紀元前500年以前には二度しか出てこなかったと書いてあるのもあります。ともかくも、ペルセポリスと、それからゾラスター教の教典の中にマギという言葉が出てくるわけです。で、そのマギなんですけども、固有名詞なのか
いわゆる一般名詞なのかということが大変重要な意味を持つわけです。で、いろいろ調べてみますと、ギリシャ語のマグスだったと思いますけど、ちょっとあの発音の仕方は分かりませんけども、マグス、いわゆる、まあ、スターゲイザーですよね。いわゆるマジシャンの語源になった言葉ですから、まあ、日本語にそのまま訳すというのはちょっとこう無理があるんじゃないのかなと思いますけども、要するにマグス GOUS だったと思うんですけど、ちょっと今あの手元にあの資料がありませんので、ここはあの記憶によって話してますけども、の複数形であると書いてあるわけです。つまりマギという言葉は複数形であると書いてあるわけですよね。で、それはいつそのようにどのようあの解釈されて、そのギリシャ語の複数形であるというふうになっているかについてはあの疑問が残るわけですけども、それはさておいてもですね、要するにペルセポリスの碑文の中に出てくるのがですね、いわゆるスダナゴータママギと出てくるわけです。すなわちマギのスダナゴータマというふうに出てくるわけです。となると、その場合のマギは単数形でなければなりませんよね。スダナゴータマという単数の人ですからね。で、ストナルゴータマが、まあ、単数の人ですから、マギというのは単数形でなければならないと。そうしますと、そのマギという言葉が複数形であるという言い方はどこから出てきたかということなんですけども、いろいろ考えればおかしいわけですよね。というのは、その後ですね、ヘロドゥトゥスという、まあ、ギリシャの歴史家なんですけども、歴史という本を書くわけです。その中にやはり同じ話が出てくるわけですよ。同じ話ということは、ペルセポリスの碑文に書かれている話と同じ話が出てくるわけです。で、まあ、ヘロドトゥスの方が後のその後の人ですから、当然ヘロドトゥスはペルセポリスの碑文をもとにして歴史を書いたということになるわけですよね。そうしますと、その、ヘロドトゥスが使ったマギというのはどこから来たかと言いますと、やはりここでも矛盾が生ずるわけです。マギというのをそのマグスのマゴスのいわゆる複数形であると、そういうふうに、まあ、書いて、まあ、他の文献にはですよ、そう書いてあるから、やはり矛盾が生じてくるわけですよね。まあ、言い換えますと、マギというのはマゴスと読むでしょうね。マゴスと読む言葉の複数形であるという説はここで崩れるということになるわけです。ともかくも事実として、まあ、分かっていることはですね、紀元前、少なくとも紀元前500年以前にはですね、マギという言葉は歴史上2度しか、まあ、表記されていないわけです。一つはゾラスター教の経典、そしてもう一つはペルセポリスに残る碑文、その中にはストダナゴータママギ、あるいはマギストダナゴータマってあるのもありますけども、要するにストダナゴータマがマギだったということなんですよね。マギで、マギがそこで、まあ、歴史を初めてと言いますか、その2回で登場してくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、まあ、マギというのはもともとはいわゆる、まあ、アナヒーターを主神として建てられた宗教、すなわち現在私たちがゾラスター教と呼んでいるその宗教なんですよね。で、その、もともとはそれはマギ教と言われていたんですけども、マニ教ともなり、そして、ミレイとなるわけですね。ミレイというのは弥勒という意味だそうですけども、要するにその当て字なんですよね。いわゆる弥勒菩薩というのはそこで生まれるわけです。で、まあ、そういった形で、まあ、歴史上に現れてくるんですけども、そうしますと最初に話しました、ちょうど今ずっとその写真を見ていただいてますけども、3人のマギというのは何かということになってくるわけです。もちろんあのキリスト降誕の時にはあのやってきた3人のマギというふうになってまして、その3人のマギがですね、イタリアのサンタアポリナーレ・ヌーボーのその寺院の壁画にこのように書かれているわけです。で、3人の人物が書かれているんですけども、まあ、この場合は向かって右から3人目の今ちょうど左に見えている人がですね、これはダリウス1世であることは私林博士が証明しました。となると、その前の2人は誰かですけども、まあ、順序から考えますと、歴史的な順序から考えますと、まあ、例えば私は当初ですね、この3人というのはいわゆるペルシャの、ね、王の順位、ペルシャというのはもともとイランの古名ですけどもね、いわゆる、まあ、メソポタミア、バビロニアのですね、王の、まあ、あの辺全体を、まあ、ペルシャというふうに、まあ、当時は言ってたんでしょうね。で、それが、まあ、現在のイラン、
イラクというふうになっていったんだろうと思いますけども、とにかくイランの公民、まあ、イラン人はイランの公民だって頑張ってますけどもね、まあ、ペルシャという地域において最初に、まあ、蔵につくのがカンピュセス、キュロス2世ですね。その息子のカンピュセス2世、そしてそのカンピュセス2世がですね、エジプト遠征の行ってる折にですね、ダリウスという、まあ、槍持ちですよね、槍持ちがカンピュセス2世を暗殺して蔵につき、そして同時に、ソダネゴータマを悪人だとして、いわゆる、まあ、強奪者として、まあ、追い出して、そして自分が522年に、蔵にペルセポリスで蔵につくわけです。そういう流れにあるわけですよね。で、まあ、そのダリウス2世が、まあ、2世、ダリウス1世ですね、ダリウス1世、ダレウス1世ですけども、それがですね、まあ、いわゆる、まあ、カンピセス2世を暗殺したかどうかについては、まあ、そういう記録は残ってませんけども、流れからするとあり得る話なんですよね。ダリウス1世はただの、まあ、ただのという言い方も失礼かもしれませんけども、槍持ちだったわけですからね。そしてそのエジプト遠征の折にそのカンピセス2世は命を落とすわけです。そしてその後、ダリウス1世が蔵につくわけですよね。あまりもよくできすぎた話ということになりますけども、当初ですね、そのサンタアポリナーレ・ヌーボ寺院のですね、壁画の人物を右からですね、私はキュロス2世、そして2番目が、という、ごめんなさい、1番目がカンピセス2世、そして2番目がストダネ・ゴータマ、そして3番目がダリウスというふうに考えてましたけども、順序がどうも逆みたいですね。順序が逆ということは、先頭がですね、いわゆる、まあ、最も最高位の位にあったストダネ・ゴータマになるわけです。いわゆる、まあ、マギですからね。マギというのは、まあ、スターゲイザー、星見る人という意味なんですけども、要するに星イコール神ですからね。メソポタミアではディンゲルという神ですからね。で、まあ、神と対話ができる人という意味で、そのストナルゴータマが第1位になっている、考えても当然ですよね。でその後に、カンピセス2世が続くわけです。3番目のダリウス、これは様相ですね、ヒゲの濃いところ、それからフリジア帽をかぶっているところ、それからトゥーキッシュマントですね、を着ているところ、まあ、模様まで一致しますからね、ダリウス1世のね、衣服の模様まで一致しますから、まあ、それはダリウス1世で間違いないわけです。まあ、そういった視点でもう一度見直しますと、先頭に立っているのがストダネ・ゴータマ、そして2番目が、カンピセス2世、3番目がダリウス1世となるわけです。そうしますと年齢差も合うんですよね。というのは、一番先頭に立っている人は、まあ、まあ、結構年配と言いますか、爺様風ですよね、私のようにね。で、2番目が若いですよね。で、3番目がダリウスから間違いないと。そうしますと、やはり先頭に立っているのが、まあ、マギのストダネ・ゴータマであるということになるわけです。で、2番目のそのカンピュセス2世、これは大変な暴君でしてね、カリギュラ、それから、まあ、エリザベス、エリザベスじゃなくてマリアですね、マリアじゃなくてメアリーですね、メアリー女王ですね。ちょうどルネサンス1500年の後半にイギリスで強制的にね、プロテスタントを改宗して、カトリックに改宗したブラディ・メアリーですね、メアリー女王ですね。この3人は歴史上最もなんて言いますか、暴君と言いますかね、残虐な暴君として知られています。その中の1人がカンピュセス2世なんですよね。ですから、まあ、それほど長く在位はしていなかったんですけども、もう一度繰り返しますと、サンタアポリナレ・ルーボーの聖堂の中に描かれている先頭に立っているのが、これが、まあ、私はストダネ・ゴータマで、であると判断しました。マギです。そして2番目がカンピュセス2世ですね。そして3番目が一番左ですけども、それが、ダリウス1世ということになるわけです。なぜこれが重要かというとですね、いわゆる、まあ、マギというのが固有名詞か、いわゆる、まあ、一般名詞かですけども、まあ、固有名詞としてしまうと大変キリスト教にとってはまずいわけですよね。ブッダの話が続きますが、ここで最初の話に戻ります。このサンタアポリナーレ・ヌーボー聖堂の左の壁画の中央の人物はイエス・キリストではなくて、もともとはゾロアスターであった。それを、まあ、長い歴史の中でですね、イエス・キリストに、まあ、書き換えられたということになります。モザイク画ですから、まあ、簡単にできるということですよね。で、この、パブロ・ピカソの、ゲルニカの話に戻りますけども、やはりこの中央やや右寄りにトーチを持って描かれている人物はプロメテウスということになります。髪の毛が7本、そして下の自由の像の光線も7本ということで、
これはですね、やはりイエス・キリストではなくてプロメテウスということになります。それがこの、結論ということになります。以上、パブロ・ピカソのゲルニカについての謎解きをしてきました。後の判断は皆さんにお任せしますが、2つのポイントがあります。1つはパブロ・ピカソがあのゲルニカを描きながらもそれが何の絵であるか自分自身も知らなかったということ。2つ目のポイントはですね、2012年以後に私が発見した事実があのゲルニカの中に描き込まれていたということです。この2つをつなぎ合わせますと、実はパブロ・ピカソもまた1950年後のイエスの操り人形芸術家であったということになります。